はい、真ん中出てきた。真ん中変なの出てきたよ。はい、左上も変なの出てきた。こいつは明らか、あからさまに、強いポケモンだと思うんで、こいつ捕まえますよ。死んじゃうかな、死んじゃうかな。キモリは仲間いないんだっけ。あ、電部しかない。死ぬなよ、はたくで死ぬなよ。ゴニョニョ、ゴニョニョ、はたくで死ぬなよ。はい、オッケーオッケー、ゴニョニョ捕まえますね。こいつは相当戦力になってくれるはず。もう見た目からしてね、モンスターボール2個しかない。いけ。で、まだ岩は何やってんだ。磯野に交代しよう。で、キモリは、モンスターボール、スーパーボールにしときますか。やめましょう、モンスターボールにしましょう。オッケー。そんで磯野何やってんだ。磯野はニドラ、これ多分トレーナーですね。ささやきポケモン。ひとたび大声で泣き出すと自分の声にびっくりさらに激しく泣く。泣きやむと疲れて眠ってしまう。なんかね、怪しいポケモンなんですけど、まあ、ニックネーム一応つけておきましょう。まあね、可愛いポケモンなんで、とりあえず、それらしいね、名前をつけてあげないと。かわいそうですからね。はい、オッケー、行っちゃう。行っちゃうにします。で、キモリ。こいつも仲間にしましょう。うわ、できなかったか。行け、スーパーボール。もうスーパーボールガンガン使ってく。序盤がね、結構、なんだ、右とこにいる。右下。公約通り。この、戦いにして、霞を、倒しますよ、俺は。霞倒しますよ。霞を。待って待って、見えてない。そんで、いいのか？オッケーオッケー。危ない危ない。よし、来た！よしよし、来た！よし、来た！よし、来た！そんで、待って待って、落ち着け。そんで、待って待って。そんで、下の段も、霞行きましょう。とりあえず霞行って、あれですね、戦闘を、するかしないか。でもおそらく、イソムとかだったら、行けると思うんで、戦闘はすることにしましょう。そんで、ベトベタ。これでベトベタ。おそらく、敵のポケモン。で、上のマッドショットたちをどうした？マッドショット、カズノリ。オッケーオッケー。いいですよ。順調ですよ、今回。待って待って。なんでお前ポケモン預けないよ。よしよしよし。来た来た来てる。で、ダイゴ行きましょう。今回の公約であれ、ダイゴを倒す。よしよし、来た。霞はどこにいる？霞じゃない。あれ？全部と、こいつもなんかレベル上げる？ボインスキ。じゃ、ボインスキと行っちゃうもレベル上げましょう、今回。行っちゃう、ボインスキ、全部。行っちゃうと、ボインスキと全部をレベル上げていきますよ。で、そう言ってるうちに、右上の、こいつも、奥に行っちゃいますよ。フラッシュももらえます。後々ね、フラッシュ使うんでしょう。岩山トンネル的な。ここだけではないと思います、絶対。なので、あ、言い忘れてたけど、今回、多分音声がすごい悪いと思うんですけど、それは、多分実況のしすぎで、マイクがいかれてます。なのでそこは、まあね、次次回ぐらいから、いきますよ。おい、不思議ぞてね、親父の金玉から出直してこいよ、この野郎。眠り物とか使うんじゃねえよ。ふざけんなよ。まあね、そんなこと言っても始まんないですよ。とりあえず、先にどんどん進まなきゃ。ね。こいつだ。あ、じゃあ、まあでも戦ってみましょう。レベル上げるって言ったんですね。行っちゃうってどこにだっけ、多分左下ですね。行っちゃう。じゃあ左下で、行っちゃうの順番を変えて、行っちゃいます。で、鶴の、うわぁ鶴の虫切れた。待って、行っちゃうってどこにいたっけ。待って、行っちゃうがいなくなった。待って、行っちゃうが完全にいなくなってる。ちょっと待って、そうだ、戦いどころじゃ、みんな一回逃げよう。行っちゃう、もう、ね、救出しましょう、とりあえず。うわぁ、めっちゃ、大ボケなぁ、カメールにここで。砂かけ積みましょう。カメールに砂かけ積みます。こいつは多分一旦目、殻にこもるっていうね、ことをやってくると思うんで。で、ビジョン。いけいけ、とりあえず念力。んで、磯野は本当に何も技を覚えてねえな、お前はな。本当にしょうもねえな。で、岩どこ行った？マジで。待って、ちょっと、岩を捜索します。ストップ！ポケモン、6画面で実況して、プレイしてクリアしてやんよう、皆の、ご覧の皆さん、本日はいっちゃうの個人いっちゃうのね告別式に参加していただき誠にありがとうございます。まあね、飼い主としても悲しい結末を迎えてしまったんですけど、まあいっちゃうのね生涯を
スライドショーにて流したいと思います。皆さんもいっちゃうとの別れをお楽しみください。それではどうぞ。諦める。はいはい、真ん中出てきた。真ん中変なの出てきたよ。はい、左上も変なの出てきた。こいつは明らか、あからさまに、強いポケモンだと思うんで、こいつ捕まえますよ。もしか？やめましょう。モンスターボールしましょう。オッケー。そんで、イソの何やってんだ？イソの。まあね、可愛いポケモンなんで、とりあえず、それらしいね、名前をつけてあげないと。かわいそうですからね。はい、オッケー。行っちゃう。赤い方のキモリは、一発、おしよ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 し、いっちゃうも育てましょうか。じゃあまだ何もダメージ食らってない。メタルクロいきます、メタルクロ。これは勝てるよ、絶対。勝つよ。はいね、まあね、やっぱね、ポケモンってね、まあ覚えててほしいんですけどね、出会いもあればね、やっぱ別れっていうのもね、あるんですよね、ポケモンになるとね。本当にポケモンってやっぱね、出会いだけじゃないんですよ。ポケモンは闇波、これ闇波強いでしょ。闇波捕まえましょう。ダメだ、でもまだそんなことよりちゃんと粛々と受け止めなければいけない事態が起きてる俺の中には。まあね、皆さんにもね、ご存知だとは思うんですけどね、いつだかし、パート8の1かなね、悲しい事態が起きてしまいましたよね。まさかね、あんなに大事にしていた岩がね、こんなことになってるなんてね、みんなもびっくりしたと思います。本当に。だけどね、この事態をね、粛々と受け止めね、今後のね、ポケモンの攻略にね、生かしていけたらなと、そう思ってますよ、これは。ね。はい、ということでね、まあ、しょうがないでしょ。ね、ジュプトルじゃなくてよかったよね。本当に、岩じゃない。正直ね、はっきり言って、言っちゃうでよかった、まだ。まあ、行っちゃうには、うわ、こいつ、エメラルドとかでちげえ。やっぱね、違うんですね。いろんなね、種類の動画じゃなくて、あれがあるってことなんですよ。もう場所は分かってます。ここに、おっちゃんがいて、こいつに話しかければ、おい、岩帰ってきてくれよー岩帰ってきてくれ、俺のとこに岩ー、戻ってきてくれ、岩まさか、こんな、早々にねえ、脱落者が出るなんてね、思っても見なかったですよね。とりあえず飼いなしティ、まあいいでしょう、飼いなしティクリアしたから岩も喜んでるでしょう。みんな岩のことは忘れないでください。ちょくちょくね、岩じゃない、いっちゃういっちゃう、危ねえ、岩、これやべえ、岩も死ぬフラグが立ってる。あれね、あれね、じゃない、いっちゃう。そういえばね、なんかね、最近いっちゃうの出番少ねえなとは思ってたんですよね。うすうすは、あれ行っちゃうってどこ行ったっけなみたいな。まあでもね、ちゃんとボックスの中とかも調べたんですけど、まあどうやら行っちゃうは野生にね、帰ってたと、そういうことみたいです。あんまりね、やっぱニックネームとかがあんまり気に食わなかったのかな。まあそういうことですね。まあこっちにはまだね、行っちゃうの意思を継いで仲間がいっぱいいるんで、まあ、それし、もう、ここはもう粛々と受け止めて、先に進めますよ。ね。新たな新戦力を加入させて、いっちゃうの抜けた穴はでかいな、マスコット的なね。うわ、新しいとこ来た。サイクリングロードって言ったらもうチャリンコレッペよ。とりあえず、まあいいや、勝ちましょう。どんどん勝ってきます。オブチ、うーわ、絶対強い。落雷。これは。